はい。本日はですね、大阪桐蔭高校野球最強新伝説という本からですね、私自身学んだことについて皆さんとシェアできればなと思います。暑さこのぐらいですね、結構すっぺらいですけれども、すごく、えー、このを見ていただいたらわかるんですが、まあ、写真付きでですね、いろんな詳しいデータも書いてある。そして、インタビューなんかも書かれてあるですね。すごく、まあ、この、 当院高校さんですね、えー。について知りたいという、えー。そういった好奇心がお持ちの方は、ぜひ読んでみることをお勧めいたします。えー、それではですね、早速学んだことを、ここのボードにピックアップしたんですけれども、えー、まあ、大きくはですね、この西谷監督から学んだことをですね。はい。えー まあこ,のこの本ではです、ね、西谷監督がそれぞれです、ね、この大阪桐蔭高校を卒業して、えー、プロ野球で有名になった方ですね、えー、浅村選手そして中村剛也選手西岡選手平田選手ですね、えーまあと他にも現在では森選手とかこの中田選手だとか、えー、様々言いますけれども、えー、そういった選手が高校時代どういった選手だったか。 そして、それぞれですねプロで活躍する選手の共通点というのは何なのかということがですね西谷監督のこのインタビューをもとにここに詳しく書かれてますのですごく貴重なインタビューですね。それらを読んで、ですねなるほどと、まあ、私自身学んだことをシェアできればなと思います。まずでですすねね村選手がです、ね、高校の時に 西谷監督が指導してですねどんな選手だったかと、えー、浅村選手の特徴というのは一つのことにすごく没頭した時期があったとそれはもう浅村選手は高校2年生ぐらいの時ですかね、えー、ぐらいから野球に没頭するようになったとそれが天気でそれからどんどん成長していったと言っていて、えー やはりこの野球に対してですね、えー、没頭する。 ことまあな、まあ、野球以外でもそうですけどやはり、えー、一つのことに没頭するというのは、えー、やはりさまざまなことを生み出してくれる、えー、ということ、まあ、没頭する大切さですよねそういう重要性ということを学ぶことができますそして中村拓也選手が、えー、高校時代ですねというのは自分で考ええー、自分というものをも 持っていたと自分のバッティングというのを持っていたというのが、えー、西谷監督さん、この本で書いていたんですね。えー、というのは何かというと、中村選手というのはですね、まあ、他の高校時代から他の選手とは違って、例えいうバッティングマシンではカーブから入るだとか、えー、右方向の大阪桐蔭の,この教訓。 が書かれてあるところを狙って宇宙間の方に打つ練習をしていたとそしてそれが終わったら初めて思いっきり引っ張る。 バッティングをしていたとか、えーですねえー、みんなが T 打撃をする中で中村選手は一人黙々と素振,りだ素振りをしていたとか、えー、なんか自分の中で持っていたらしいんですね、えー、つまり自分で考えることそして自分というですね、えー、どんどん自問自答しながら自分というものを作っていくと。 ということが大切なんだなということが、えー、これらから分か,る分かりますね。そして西岡選手が高校時代の時というのはですね絶対に弱音を吐かなかったそうです。 さすがだなと、そして、まあ、野球以外にもです、ね、弱音を吐かないということの大切さ、生かすことができるかもしれませんね、私たちも。そして平田選手が学生時代、ですねもう野球が大好きで、大好きで,で,です、ね、たまらない、そんな雰囲気を醸し出していたそうです。 まあ、平津選手が学生時代はホームランを打ってそして次の打席セーフティーワン成功して成功したりだとか、えー、すごく野球に対して、えー、野球がものすごく好きだということが西谷監督自身に伝わってきた。 他の誰よりも伝わってきたということをこのですね本に書かれていましたで西谷監督最後にはこうも言ってるんですけれどもまあ学生時代高校でですね著しく成長する選手というのはもう一それはたった一つ共通点があるとそれはもう野球のことが大好き大好きたまらない選手というのが必ず成長すると。 を言っているんです、えー、ですからまず私たちができることもそれはやはり自分がですね本当に好きなものというのをうまあ見つけるというか、えー、まあ見つけるというのもあるでしょうしただあまあ,あほとんどの人はその好きなことが見つからないと。 おいうのがほとんどだと思いますんで、まあ、何かやってですね、熱中するもの。おそして、えー、行動して初めて、あ、これ好きかなと。そしたら、もっともっと、お、えー、続けてみて、えー、そして、やがて、まあ、好きという、好きになっていってとかですね。 えーまあ、なちょっとおかしなことを言ったかもしれませんが、えーまあ、前の動画にもですねあの矢沢永吉さんと一郎さんの本の、えー、哲学でしたよね哲学という本を紹介しましたがそれでもですねやはり2つの共通2人の方の2方の共通することはやはり音楽が好き野球が好きということやはりもう大好き好きこそものの上手になれとあれ言葉通りですねやはり好きというのはもう本当に 好きであるからこそ苦しいことも乗り越えられると。やはり本当に好きなことというのを自分のこの職にすると、仕事にするということしか、もうその職で極めること、もう一流になることはもう無理なんだということはですね、もういろんな本を読んで、もう学,ぶ学ばさせられますよね。はい。もう好きでないことを仕事にしても、もう 日本一とか世界一とかトップレベルには行くことはできないと不可能ということですね。もうこれはメンタリストダイゴさんも動画で言っていたんですけれども本当にもう何かでトップになりたい一応になりたいとかですねを考えているならばやはり自分の得意なそして好きな大好きなことをお仕事にするこれが大事だなと改めて感じさせられました。